主因。主因は、主に日本の寺院や神社において、主に参拝者向けに応印される印象、及びその陰影である。継承として御主院とも呼ばれる。複数の主院の陰影を集めることを主院と言い、主院を応印し主院するための専用の帳面を、主院帳、御主院帳、農協帳、主院帳と呼ぶ。大正時代頃に生まれた、屏風織。 折本にして両側に固い表紙をつけた形式のものと、古くから、ある和閉字、和装本のものが多く、自社、仏具店、寝具店や文房具店、書店などで販売されている。日本においては主に大正時代以降、駅スタンプやスタンプラリーなど、主に観光目的の記念スタンプが行われているが、主因はそれらとは違う宗教行為である。そのため、 記念スタンプとは違い、自社の職員や僧侶、神職、うじ子などの手によって応印し、参拝者側が自由に応印できないのが一般的である。ただし、無人あるいは無人となることが多い寺院や神社の場合は参拝者が押せるように用意されている場合もある。確認できるうちでは、遅くとも室町時代末期から江戸時代初期頃には存在しており、当時は、 神仏集合であるため自社のどちらで生まれたかは定かではない。起源には諸説あるが、もともとは自社に社経を納めた、際の受付印であったとする説が有力である。主因の右上に現在は、法廃と書くことが多いが、昔は法能大乗経典となどと書かれていた。現在でも、農協、社経の法能、または、 度胸をしないと主因がもらえない寺院が存在するが、遅くとも、江戸時代中期には、多くの寺社では、小学の金銭、ご布せ、初保領を収めることで主因がもらえようになっていた。なお、主因上の主因とは、歴史的に関係はなく、これはご主因において、どちらかというと事務所、社務所や住職、偶司の印に該当するものである。基本的には中央に、寺社、 神仏などの印が押され、それだけでも、主因であるが、単に印を押すだけでなく、その下に牧書で自社名、神仏名など、参拝日や、後廃などの文字が書かれることもく、一般的には、その北書も含めて、主因と呼ばれる。他にも事務所、社務所や住職、偶児の印、その他令状の札番号や祭事など、追加の印が押されることもある。 単なる印だけの場合や、印に、方廃などの文字だけや、日付だけを牧書する場合もある。なお、自社名、新物名の入った牧書風の印象、スタンプを押す、いわゆる、半行詞であったり、事前にあらかじめ書き置きした別紙、または牧書や半行詞を複写した、印刷した別紙渡される、もしくは貼り付けられる自社もあるが、これらは、 江戸時代初期にはすでに存在するものであり、いずれも近年発生したものではない。他にも、霊場の場合は、印刷された台紙に印のみを押す場合、紙ごと差し込む場合などもあり、こちらも古くから存在するものである。いずれにせよ、主因としての価値は変わらないとされる。すべての寺社で行われているわけではない。無人の寺社では、基本的に行っていない場合が多く、 友人の自社でも最初から受け付けていなかったり、以前は行っていたものの辞めてしまったりしている場合もある。やめてしまう理由としては、対応者の多忙や死去、主因の破損や盗難、後述するブームに伴うトラブル回避などが挙げられる。金額は2018年現在、多くの自社で300円としているが、500円、2000円、あるいはそれ以上やそれ以下の金額が提示されることも、 ある。また、お気持ちを、お納めくださいとして、金額を明示しない場合もある。この場合、志納めという。また、服装に、和毛さや、白衣姿などでないと応じない寺院、事前に、電話やインターネット等での連絡が必要な寺社もある。主因は印、る牧書に寺社名や神仏名、寺院の主因の場合はフそのものを表しているとされる、盆寺。 種子が入っていることも多いことから、自社で授与されるお札などと同等とされ、粗末に扱うべきではないとされる。実際、主印帳を普段は神棚や仏壇にあげているという人も少なくない。同様の理由で正式な主印帳を持参しない場合、スタンプ帳やメモ用紙、ガイドブックの余白などにはは主因を拒絶している自社もある。このような場合は、 自社が用意している一枚物の,の紙に応印してもらえる、いわゆる書き置き場合もある。主印をする自社は、主印帳を販売していることも多い。オリジナルの主印帳を用意している自社もあり、これを収集する人もいる。西国三十三所霊場デや四国八十八箇所霊場デ、他にも自社何箇所か合わせての七福神巡りに代表される霊場巡り等の場合には、 専用の朱印帳や用紙、色紙、掛け軸などが用意されていることもある。四国八十八箇所モーデなどの霊場巡りでは、巡礼中に来ている脈へにご朱印をもらう場合もある。また、霊場には再度参拝した時に、以前いただいた朱印に対して、少しずらして、再度印を押す重ね印を行う場合もある。朱印は一つとは限らず複数は使う辞書もある。寺院によってはや、 仏道、仏像ごとに、神社によっては、節末者や、兼務神社の主因をもらえることもある。また、年中行事や、秘仏の御会長、特別公開期間などに合わせて、特別な主因にすることもあり、複数の霊場を兼ねる寺社では霊場ごとに、別の主因が用意されていることもある。二0 1年代中頃からは、御主因収集が脚光を、阿弥、観光協会や、旅行会社、 鉄道会社などが御朱印を素材としたイベントやツアー、関連グッズを販売する事例があるほか、期間限定のものや珍しい御朱印、御朱印帳がインターネットオークションで高値で転売されるなどの問題も起きている。そのため、書き置きの別紙による授与の中止や農協料、発保量の値上げを行う辞書も出てきている。また、ブームによって対応が困難になったり、ブームを嫌い、 ご主印自体をやめる、あるいは中断している辞社もある。近年は、金礼、銀礼を使ったり、カラフルな和紙を使ったりするなど、従来とは異なる主印も増えている。神仏分離の影響で、ご主印帳に寺院と神社の主印が混在している場合、応印を断る辞社も存在する。ホ家宗、州、日蓮州の不樹不赤の考えが、色濃い寺院では、 一般的に、ご主題が応印される。ご主題朝へ、多宗派や神社の主因が混在している場合は断られる場合が多い。多宗派の主因が書かれた、主因帳にはお題目の南無妙法蓮華行を略されて、妙法などとしか書かなかったり、拒否する寺院もある。もちろん、神仏などのご主因を行っているところもある。教派神道の神社でもご主因を行っていることは多い。 現代では、教派神道ではないとされる、新宗教でも行われていた場合もある。キリスト教においては、基本的に、御主因は存在しない。2018年に、全国で初めて、熊本県天草市の先津教会で、世界遺産登録を記念し、神道、仏教、キリスト教の三宗教行動の御主因が行われた。社以外の宗教施設では、講師病や、 慰霊施設でもご主印が存在する場合がある。また、ご主印ではないが、天皇陵でのご両院を集めている人もいる。日本以外では、寺院においては記念スタンプがある国もあるが、朱印は存在しない。観光会社の企画として、韓国の寺院で朱印が行われたことはある。そもそも海外に神社は少ないが、神社においては、朱印が行われている場合もある。 浄土新宗には、新蘭の旧跡などを参拝する、純拝長王と呼ばれるものがあり、農教院とは違い主院に、くどくはなく、参拝記念の証という意味付けになっている。しかし、昭和60年代以降、浄土新宗本願寺派や新宗大屋派の多くの寺院では参拝者に主院を応援しなくなった。これについては、新宗大屋派では、一回言って、 主因を手に入れたら二度と行かないと漏れる主因は、不要という意味のことが HPE に書かれている。浄土新州本願寺派の現在の HPE には、本願寺ではご主因は行っておりません。参拝記念スタンプを竜古殿にご用意しております。と簡単に触れられているが、以前の HPE には、主因はもともと農協という自力の行を行った証のものであるので、 他力本願を胸とする本願寺では行わないという意味の記載があった。一方、交渉派、仏密寺派、高田派、東本願寺派、丹立寺院をはじめ、田派の寺院では修院を継続している場合もある。修院に似たものとして、城や史跡での修院をする人もいるが、歴史的には記念スタンプの一種、戦前は御修院のような墨書きのある記念スタンプも複数あったであり、 俗に、白朱印、五条院などとも言ったりするが、宗教的な意味合いを持つ、朱印とは根本的に異なるものである。朱印という言葉自体が、これらの記念スタンプと区別するために定着たとも言われている。また近年は、観光地の企画やアニメゲームなどの企画で、単なる記念スタンプやステッカーなどを朱印と呼ぶこともあるが、宗教行為である。 本来の定義からすれば不適切なものである。もちろんアニメゲームのコラボレーションで正しくご主演を行っている自社も存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。